広島電灯株式会社は明治後期から大正にかけて存在した日本の電力会社である。かつて中国電力ネットワーク管内に存在した電気事業者の一つ。本社は広島県広島市。1893年に設立され、翌年より県内最初の電気事業者として開業した。当初の供給区域は広島市内に限られたが徐々に拡大。 1910年代後半以降は、周辺事業者の統合を推進して、小野道市などにも進出し、後発の広島暮れ電力とともに、広島県内の電気事業を2分した。1921年、広島暮れ電力との新設合併により、広島電気となった。広島市における電気事業企業の発端は、1889年9月12日に、発起人から、 広島県に対し、広島電灯会社の設立を出願したことにある。発電所より、市中に配電するという形態の電気事業を1887年に、東京電灯が開業してからまだ2年目で、東京以外では、神戸、大阪、京都の3都市でのみ電気事業が開業済みという段階であった。このような新規事業を広島で最初に企画したのは、 広島電信局の用達商人で当時、マッチ工場を経営していた、高坂万病へである。高坂は、早くから、電気事業に興味を持ち、開業早々の東京電灯を見学し、議市長、藤岡一助の説明を聞いたという。高坂は、県会議長、脇栄太郎らを、創立委員に立て、脇を筆頭に47人の連署で、電灯会社の設立を出願する。 これに対する許可は10月14日に降りた。許可を得たものの、広島財界の保守性や不況によるものと言われるが、投資が集まらずすぐに、会社設立には至らなかった。3年半後の1893年4月26日、発起人は前年変更された県の取締り規則に、従い改めて県へ事業免許を出願する。この頃には6大都市全てで、 電気事業が出現し、地方都市に普及する局面に差し掛かっていたため、広島でも企業の機運が高まっていた。1ヶ月後の5月25日に、県から免許が降りる。その翌日の1893年5月26日、広島電灯株式会社の設立を見た。設立時の資本金は6万円。発起人から役員が選ばれ、初代社長には醸造業。 免相を営む桐原常三郎が就任した。本社は発電所建設地の広島市大手町7丁目に置いた。その発電所は1894年3月に着工。大阪の商社からボイラー2台、イギリス製蒸気機関1台、スイス製3 0ット単相交流発電機2台を買い入れ、9月までに据え付け工事を終えた。市内配電設備の整備と県の検査。 試験運転を経て、同年10月20日、広島電灯は開業した。開業時の電灯数は332頭であった。広島電灯は、会社設立時点では、中国地方唯一の電気事業者であったが、岡山市で1894年2月に設立された。岡山電灯が、同年5月15日に開業したため、広島電灯はこれに続く。 中国地方で2番目に開業した電気事業者となった。広島電灯の開業は日清戦争中のことであった。広島は大本営の所在地となり、戦場に兵員、物資を送る、兵艦基地の機能も置かれて、活況を呈した時期にあたる。そうしたことから、電灯の需要も大きく、開業5ヶ月後の1895年3月末には、 需要や数423個、添加等数1159等へと供給成績が伸びた。需要増に対処するため、同年2月の株主総会で9万円への増資を決定。この資金で、翌1896年10月に、芝浦製作所製6 0ット発電機1台を増設した。以後供給成績は伸び続けるが、 伝統料金が高価なためこの段階では広く普及するほどではなかった。広島水力電気所代会長、渋沢栄一日清戦争を機に、広島市にはもう一つの電気事業計画が浮上する。企画者は、市内の合商松本聖助で、広島で開かれた第7回帝国議会に、出席するため自邸に宿泊した、田尻根次郎、大倉次官、渡辺国武。 大倉大臣から水力発電事業を進められたことが企業の契機という。松本は企業にあたって渡辺の仲介で渋沢栄一の支援を得ることに成功、中央財界の出資を獲得する。そして1897年5月13日、広島水力電気株式会社として会社設立に至った。同社は呉市の東方。 鴨郡群広村に出力7 5 0ットの高発電所を建設。そこから広島市内と呉市内まで長距離送電線を仮設し、1899年5月から呉市内で電灯供給を半年後の12月15日から広島市内で動力用電力供給をそれぞれ開業した。広島電灯では、新興の広島水力電気との間で16、 食行の終野党3000頭分の電力購入契約を1900年2月16日付で締結し、翌1901年6月より受電を開始した。受電開始により一時的に自社火力発電の拡張を伴わない供給増が可能となったほか、広島水力電機が1900年11月に当局の許可を得た広島市内における電灯供給について、 広島電灯の承認を必要とするという制限をかけた。日露戦争が勃発した1904年、広島電灯の電灯数は6000を超えた。広島電灯では、需要増加に合わせて、逐次季節大手町発電所を拡張する方針を取り、まず1907年7月、第二次拡張として2 0 0ット発電機1台を増設する。1九百十年八月には、 建屋の改築を伴う第3次拡張を実施し、古い3 0ット発電機2台6 0ット発電機1台を5 0 0ット発電機1台へと更新。1912年1月には最後の拡張となる第4次拡張で5 0 0ット発電機1台を増設した。亀山発電所需要増加の中、広島電灯では自社での水力発電を推進するようになる。 その第一段階が大田川電力株式会社発起人からの推理権、買収である。大田川電力は木村声優ら七人を発起人として計画されていた電力会社で1906年11月に大田川にて推理権を取得する。広島電灯では大田川電力が 会社未成立の段階でその推理券を5万円にて、買収することを決定し、1908年1月推理券移転の許可を得た。2年後の1910年2月26日、開発資金を得るべく資本金を30万円から、一挙に130万円へと増資する。そして同年10月、広島市の北方にあたる朝郡亀山村大和山、伊田にて、 水力発電所建設に着手した。着工から2年後の1912年7月8日、大田川に完成した亀山発電所が運転を開始した。発電所出力は大手町発電所の1 2 0 0ットの倍近い2 1 0 0ット送電設備として、広島近郊の朝郡三崎町と呉市内の2カ所に、 新設された変電所との間をつなぐ11キロボルト送電線が整備された。亀山発電所の運転開始を機に大手町発電所を休止としたことから発電費が減少するため、広島電灯では電灯料金を15%も引き下げた。亀山発電所建設に伴う料金改定は同年5月に実施。値下げは1九百十年十一月に八色等。 住職等を月額10銭ずつ引き下げて、以来のもので、住職等の場合月額1円から85銭への値下げとなっている。料金引き下げと、1911年から順次、広島市周辺地域へと供給区域を拡張したことが重なって、以後伝統の普及が本格化することになる。その結果、1910年に1万5000余りで、 あった広島電灯の電灯数は1912年までの2年間で倍増し、翌1913年には5万度を突破するまでになった。亀山発電所を運転開始を機に、広島電灯では従来広島暮れ電力に譲って手掛けていなかった動力用電力供給の部門にも参入した。さらに広島暮れ電力の地盤である暮れ方面にも進出を果たす。 クレでは、クレチン不拡張者や関係部署に対して供給を開始するとともに、各地で電柱建設工事を急いだが、間もなく低心省や広島県の介入によって、クレ方面における競争は抑止される。1912年8月以降、広島電灯は海軍関係を除いて、クレ市内と吉浦町における電灯、電力供給を行わない。 広島呉電力に対して、呉市で2 0 0ット広島市で1 0 0ットを供給する、という条件で、広島呉電力と妥協する道を選んだ。なお、1900年から続いていた広島呉電力から、広島電灯に対する電力供給契約は、1912年12月に、解約されている。広島ガス初代社長、片岡直樹1909年10月、 中国地方最初のガス会社として、広島ガス株式会社が設立された。同社は、翌年10月、市内へのガス供給を開業する。当時は、不況期であったものの需要開拓は順調であり、開業4ヶ月後にあたる1911年1月末時点では、約1万個のガス高校を取り付けていた。この当時のガスは水事などの熱用よりも、 東海用すなわちガストーリー用が主体であり、広島ガスの場合も、全高校数の三分の二が東海用であった。ガスマントル開発以降のガストーは、発光部分に炭素線を用いる白熱電球に比べて明るく、電灯に対して競争力を持っていた。広島ガスでは、市内中心部から順次市内西北部や佐伯郡小井町、朝郡三崎町など市外にもガス道管を延長すると、 共に、尾道市、呉市にも進出している。こうして、順調に事業を拡大した、広島ガスであったが、1910年代半ばになると、一点苦境に陥った。その原因の一つは、第一次世界大戦勃発に伴う、原料石炭価格の高騰である。そしてもう一つは、水力発電とタングステン電球の普及に伴う、伝統の競争力向上であった。 従来の炭素線電球に比べて消費電力が小さいタングステン電球は広島電灯では1914年10月より低額灯で全面的に採用されている。前年10月の料金改定とこのタングステン電球製の導入に伴う改定で住職灯の倍月額55銭まで引き下げられた。1909年からの5年間で 電灯料金が大幅に引き下げられたことで、ガス灯に対する電灯の優位は決定的となり、以後広島ガスのガス事業は、熱用主体に移行することになる。全国的なガス事業の動揺の中、広島ガスは1917年8月、市内で路面電車を運転する広島電気軌道を合併し、広島ガス電気となり、ガス、電車経営という独特な企業となった。 合併した広島電気軌道は1912年11月の開業。路面電車の電源は市内千田町に構えた自社火力発電所であり、対象末期に広島電気からの受電へと転換するまで電力会社との関係はなかった。更新の広島電気時代のことであるが、広島ガス電気が電気供給事業進出を企画したことで、1922年から 翌年にかけて、広島電気と広島ガス電気との間で対立が生ずることになる。川北電気企業者社長、川北秀夫広島電頭では1914年8月、需要増加への対応として、大田川上流に発電所を新設することを名目に、資本金を130万円から230万円と増資した。この増資は、65万円分を、 従来の株主に対し持ち株2株につき1株の割合で割り当て残り35万円分を常務取締役を入れるという条件でシーメンス・シュケルと東京支社が引き受けるという形で計画された。しかし第一次世界大戦勃発でシーメンスの出資が不可能となったため元支社員で川北電気企業者を率いる川北秀夫がその出資分を肩代わりし 同じく元社員で、川北とつながりのある、伊原外助が、広島伝統に常務として入った。川北の資本参加を得た広島伝統では、従来の広島市とその周辺に限られた供給区域を拡大して、事業の発展を期するべく、周辺事業者の統合を活発化させた。社業拡大を推進したのは、広島市長を務めた後1910年3月常務として、 入社し、1913年4月に、第5代社長に昇格した、高田場孝一である。1920年にかけて統合した事業者は、芸美電機、小道電機、三原電灯、掛け電灯事務所の4社に及ぶ。各社の概要は以下の通り。広島電灯が、周辺事業者の統合を推進したのと、並行して、競合会社の広島暮れ電力も、 事業統合を積極化させていた。広島クレデによる統合は、広島電島の3倍、多い12社に上り、江田島、山寺、小原、福山といった地域や岡山県の一部が、同社の供給区域となっている。上記の周辺事業者統合に加え、第一次世界大戦を背景とする、大戦景気の影響により、広島電島では、伝統、 電力ともに供給成績が著しく向上した。電灯点灯数については、警備電機・小道電機を合併した1916年度下期に10万頭を超え、1919年度下期に20万頭も突破、1921年3月末時点では23万738頭を数えた。電力供給も1914年深期に千馬力まで到達した後、 1916年下期に2000馬力、1918年下期に4000馬力を突破、1921年3月末時点では5516馬力を供給した。伝統需要増加は所得工場に起因する新規需要化の増加、電力需要増加は工場電化の進展によるものである。こうした需要増加により、1916年に入ると、 出力2 1 0 0ットの亀山、水力発電所だけでは供給力が逼迫するようになる。休止していた大手町火力発電所を再開したものの、新規需要の一部遮絶せざるを得なくなった。そのような中、1917年2月に、芸美電気を合併したことで、同社が豊田郡大賀村大和中郷地において沼田川、水系無くなし川に建設中であった。 無くなし川発電所を引き継ぐことができた。無くなし川発電所は1918年5月、出力1 0 0 0ットの発電所として完成し、20日より運転を開始した。ゲイビ電機の合併に続き、広島電灯では1917年4月に、大田川並びにその支流芝木川にて、推理権を申請。翌1918年2月には、 水力発電所建設資金調達のため346万円の増資を実施し、本金を600万円としている。しかし水利権許可には時間がかかり、その一方で需要増加の勢いは衰えずむくなし川発電所、完成後も供給力が不足する状況であったため、対戦による石炭価格高騰という不利がありながらも、火力発電所の新設に踏み切ることとなった。 新発電所は市内の千田町にて1919 19年8月着工。工事は3 0 0 0ット発電機1台ごとに2機に分けられ、第1機工事分は翌1920年10月に完成した。この千田町発電所は蒸気機関ではなく蒸気タービンを原動機とする高効率の火力発電所であり、かつ完成時には石炭価格が下落していたため、 火力発電の充点化が会社経営に悪影響を与えることはなかった。自社で完成させた亀山、むくな川、大手町、千田町の4発電所に加え、広島電灯は周辺事業者統合で引き継いだ発電所も運転した。旧中国電機が鴨郡阿賀町に構えた阿賀発電所。旧ゲイビ電機が鴨郡群竹原町に構えた竹原発電所。 旧三原電灯が三木郡三原町に構えた三原発電所、旧尾道電機が尾道市尾崎町に構えた尾道発電所の4カ所が該当する。ただし三原発電所は1918年5月に、阿賀発電所は同年12月にそれぞれ撤去されている。したがって、広島電機発足直前の発電力は発電所数6カ所、合計7505キロワットであった。 広島電灯は後発の電力会社広島暮れ電力と長年対立関係にあった。前日の通り、広島電灯は16食公衆野党3000頭分を広島水力電機から受電する契約を1900年に締結していたが、その供給料金をめぐる対立が両社間の紛争の発端となった。この紛争は広島水力電機が求める料金値上げを 広島電灯が拒否したために発生したもので、広島水力電機側の提訴で1906年8月より、訴訟に発展、大審院にまで持ち込まれ1909年4月になって、広島水力電機が求める料金よりも低い水準で料金確定に至った。その間、両社間の協定を無視して、広島水力電機が広島市内で電灯供給を行っているとして、 1908年2月、広島電灯側が提訴した。これは控訴審にて、広島水力電気は21件に対する電灯、供給を禁ずるという判決が出たものの、その後も両社間の紛争は続いた。1912年になり、広島電灯が亀山発電所の完成を機に、広島暮れ電力の地盤である呉市方面への供給を計画するが、 ここに至り両社間の妥協が成立。1912年12月に新たな協定書が締結され、両社は訴訟を全て取り下げた。以後、両社は限られた地域での競争を避け、設備の充実と周辺事業者統合による供給区域拡大に傾注するようになる。その結果、広島県下は概ね広島電灯をないし、広島くれ電力の供給区域となったが、 今度は送電設備の工作という問題が発生するようになった。広島電灯と広島暮れ電力の合併計画は浮上するたびに立ち消えとなっていたが、1920年に発生した戦後強行により、分立状態の悪影響が顕在化したことで、両者の合併が現実のものとなった。元広島電灯主任技術者で当時、河北電機企業者取締役であった。 高角は各市が1920年末から合併圧戦に努めたという。翌1921年3月3日、合併契約締結、5日両社の株主総会で契約が可決され、両社の合併が正式決定を見た。合併条件は、両社の新設合併により、新会社を設立する株式の交換比率については、広島伝統の場合持ち株一株につき、 新会社の株式二株とするというものであった。5ヶ月後の1921年8月12日、新会社の創立総会が開かれ、資本金2500万円の新会社、広島電気株式会社が発足した。競合会社の合併のため、新会社経営陣の選出が難航し、1920年10月に、高田は高一の公認として、 広島電灯第6代社長となっていた木村声優を含む取締役、監査役全員はそのまま留任したものの、広島電気所代社長は、広島呉電力有力株主、渋沢栄一の指名で、広島呉電力側から松本聖介が就任。広島電灯側からは、川北秀夫が副社長に押されたに止まった。 こうして発足した広島電機は、引き続き周辺事業者を合併し、山陰地方にも進出するなど事業を拡大し、1942年に戦時下の配電統制で、中国電力の全身中国配電へと統合されるまで、中国地方最大の電力会社として活動することになる。1921年6月末時点における電灯電力供給区域は以下の通り、 全域が広島県内である。広島電灯が運転し、広島電機へと継承された発電所は以下の6カ所である。すべて広島県内に位置する。広島電灯の歴代社長は以下の6人である。桐原常三郎、1893年4月、就任、1898年12月辞任。発起人の一人で醸造業、免章を営む。 山形徳兵八1898年12月、就任、1907年11月退任。家業は、木綿ん屋ん。片金三郎、1907年11月就任、1908年6月退任。実業家、台湾、画伝組代表。熊谷英次郎、1908年6月就任、1913年4月、辞任。穀物賞。 高田場、孔一、1913年4月就任、1920年10月退任。元広島市長、木村聖優、1920年10月就任、1921年8月退任。広島伝統に推理権を譲渡した大高和電力発起人の一人。その他、役員経験者のうち主要人物は、 以下の通り広島電灯の資本金は1895年2月の9万円への増資以降、12万円、15万円、30万円と推移していた。1918年8月に2 0 0ット発電機1台が撤去されており、総出力は1 0 0 0ットに減少している。その後1942年に電鉄部門を広島電鉄として分離し、 広島ガスに社名を戻している。第二機構自分は広島電気発足直後の1921年10月に竣工している。ありがとうございます。